旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。こんにちは、旅行の達人の中間です。今回は島根県の人気観光スポットをご紹介いたします。島根県は東の出雲地方、西の石見地方、隠岐地方の3つのエリアに分けられます。有名すぎる出雲大社に八重垣神社などの由緒正しい神社仏閣も多く、歴史文化的にも興味深い人気の観光スポットですね。さらには玉造温泉、宍道湖、沖などの自然にあふれた癒しスポットも外せません。今回は島根で楽しめる人気の観光スポットをご案内します。この動画で紹介されていないおすすめがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてくださいね。まずはじめにご紹介するのは出雲大社です。出雲大社は縁結びの神様としても名高い大国主の大神を祀る神社で、迫力のしめ縄がシンボルになっていますよね。旧暦の10月には日本中から八百万の神様が集まるとされています。ですので10月の神無月を出雲では神様が集まるため神在月と呼びます。島根県で最も有名な観光スポットでもある出雲大社、正式な読み方は出雲大社と言います。日本最古の歴史書である古事記に創建の由来が記されているほどの古書なんですよ。明治時代初期までは木月大社と呼ばれていました。現在の本殿は延享元年に造営され、高さはおよそ24メートルです。しかし出雲大社の社殿には太古の時代の本殿はなんとおよそ96メートルもあったのだとか。あくまで神話だと思われていましたが、2000年に3本1組となる巨大な中根が発掘され、巨大神殿の存在が裏付けられる発見となりました。続いてご紹介するのは諏訪の城跡です。諏訪の城跡は諏訪野を一望できる天空の城跡で、諏訪の観光では外せない人気のスポットとなっています。標高362メートルの霊岐山の頂上に築かれた中世の山城跡です。城跡の石垣が朝霧に浮かぶ姿はまるで天空の城といったところ。諏訪の城跡は諏訪野の町が一望できる最高のスポットです。なだらかな青の山の山裾に広がる家並みと、その中を緩やかに流れる諏訪野川が一望できます。そしておすすめは紅葉が美しい秋です。上京3年、諏訪野城は落雷のため焼失、その後の再建もかなわず、明治7年に石垣以外は全て解体されました。現在においては建造物など何もありませんが、石垣はほぼ完全な形で保存されています。続いてご紹介するのは島根県立美術館です。島根県立美術館は水との調和をテーマにした三陸最大規模を誇る美術館です。そして宍道湖畔に立つ日本の夕日百選にも指定された夕日スポットでもあるんですよ。絵画、彫刻、工芸、写真など各分野の優れた作品を収集し展示しています。特に水を画題とする絵画などが数多く展示されていることも有名なんですよ。また島根県立美術館は夕日の見える美術館としても知られています。ロビーの西側をガラス張りにして、美しい夕日が鑑賞できるようにして一般開放。美術館の湖畔側にはたくさんのオブジェが展示中で、最高のフォトスポットですね。特に2階の展望テラスと1階のロビーから見る夕日は必見です。館内には湖畔のレストランラシヌが併設されており、カジュアルフレンチが楽しめます。宍道湖の絶景を眺めながらのんびりとリッチな時間が過ごせます。
そして少し湖畔寄りにある芝生に向かうと、そこには縁結びスポットとして人気上昇中の宍道湖うさぎがあります。12羽いるうさぎのうち注目は湖から2番目のうさぎ。西を向いてそのうさぎを触ると幸せになると言われています。口コミなどで噂が広まり、女性ファンが急増中なのだとか。続いてご紹介するのは沖ノ島です。沖ノ島は島根半島の北へ50キロほどのところに浮かぶ沖諸島のことを言います。4つの有人島を含む大小およそ180もの島が集まっているんですよ。古い歴史があることでも有名で、すでに縄文時代には人が住んでいた形跡が見られます。沖ノ島の北西に位置する島がろうそく島です。海面より20メートルほどの高さにそびえる奇岩で知られ、その岩の先端に夕日が重なる瞬間になると、まるで巨大ろうそくに火が灯されたかのような絶景が見られます。このろうそく島の他にも、国が海岸が一望できる景勝地の赤尾展望所や、日本最古の歴史を誇る牛月など、大自然にあふれる絶景や独特の伝統文化が満喫できます。見どころの一つとして人気なのが、明治時代に作られた福浦トンネル。交通の難所だった場所に手掘りで掘ったトンネルです。現在は通行禁止になっていますが、海側からの見学は OK。 そしてもう一つ、断橋の滝も見逃せないスポット。屏風のような岩盤に作られた断橋神社の両側を流れ落ちる高さ50メートルの大滝と40メートルの目滝。大滝は裏側からも見られ、裏見の滝とも呼ばれます。続いてご紹介するのは八重垣神社です。八重垣神社は須佐之男命と櫛灘姫を祀っている神社で、縁結びでも有名ですね。須佐之男命が退治した大和のオロチ伝説ゆかりの地でもあります。社殿の裏手にある小さな森の中にあるのが鏡の池。和紙に硬貨を乗せて池に浮かべ、沈むまでの距離と時間で様々な縁が占えるのだとか。この占いは若い女性に大人気で、恋愛成就の最強パワースポットとも言われます。お守りもたくさんの種類が揃っていて、好みに合わせてお気に入りのカラーが選べます。八重垣神社の収蔵庫に収められている壁画は、神社界では日本最古として知られています。特に3面ある中でも最も保存状態がいいとされているのが、櫛灘姫を描いたとされる壁画で、とても数百年を経たとは思えないほどなんですよ。ヤマタノオロチ退治後に須佐之男命と稲田姫はこの地で結ばれたとされています。続いてご紹介するのは津和の殿町通りです。津和の殿町通りは白壁と群れを泳ぐ鯉が美しい津和野のシンボル的な観光スポットです。小京都とも呼ばれる津和野は閑静な山あいにある町で、隠れ里のような城下町。そんな津和野の中でも殿町あたりが最も古い佇まいを残しています。美しい白壁の土塀に面し、通りの堀割には大小たくさんの鯉が泳いでいます。白や紫が鮮やかな花菖蒲が咲き誇る時期が特におすすめで、まるで優雅な歴史絵巻物を見るようです。カトリック教会、藩校養老館跡など多くの史跡も集中しています。郷土料理のお店やおしゃれなカフェに加え、雑貨、土産品店なども多く、津和野観光には欠かせないスポットです。少し奥まったところには昔のままの白壁の土蔵が立つ商家が残り、古い城下町の暮らしぶりが体感できますよ。文豪森鴎外や画家庵野光政を生み出した津和野、ゆかりのスポットも見逃せません。続いてご紹介するのは足立美術館です。足立美術館は近代から現代の日本画をメインとして収蔵する美術館です。120点もの横山大観の作品と、日本一と評判の高い庭園で有名。
5万坪もある広大な日本庭園は、庭園もまた絵画という信念のもと、細部まで手を抜かない維持管理が自慢です。白砂青松などの多様な庭園が1年を通して美しい姿を見せてくれます。横山大観などの近代から現代の日本画コレクションが鑑賞できるほか、枯山水などの日本庭園も楽しめる美術館です。2020年4月より北王子魯山人の作品が常時約120点も展示される魯山人館がオープンしています。足立美術館の日本庭園はアメリカ専門誌の日本庭園ランキングで毎年連続で庭園日本一に選ばれるほど。またミシュラングリーンガイドジャポンでも山陰エリアで唯一最高評価の三つ星を獲得しています。設立は昭和45年、安芸出身の実業家である足立善光氏が収集した近代日本画コレクションからスタートしましたが、現在では多くの魅力的な作品が所蔵されています。特に横山大観のコレクションは質・量ともに日本一と評価されています。今回は島根の人気観光スポットをご紹介いたしました。いかがだったでしょうか。島根県では様々な人気観光スポットのほか、縁結び、美肌の湯、石見神楽や沖ノ島に、太古の貝化石、縄文時代の巨大埋没林、古代遺跡や万葉歌碑などといった歴史、そして石州和紙、たたら製鉄、石州瓦、広瀬ガスリなどの伝統技法や伝統工芸に、江戸期の町並みから棚田などの景観が楽しめます。この週末にはそんな島根にある素敵な光景や美味しい料理を楽しみに出かけてみませんか。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。